はい、どうもみなさん、こんばんは。ラファエルのセカンドチャンネルの時間なんですけど、ちょっとね、最近セカンドチャンネルずっとサボってたから、昨日今日とね、頑張ってあげようかなってことなんですけど、昨日のセカンドチャンネルで、走行ね、ちょっと一個作りましたということで、今回また、走行の整理に伴って、なんだ、あれ、昨日やった、粗大ゴミプレゼント企画やっていきたいと思います。はい、ということで、この中は最後なんですよ、ここが。いつもここと、あとこの辺見えないところにバッと置いてたのを全部倉庫に収めたって、倉庫じゃないんだけどね、あそこ。倉庫に収めたって感じなんですけど、今回ね、まだまだいらないものがあるんで、前回と同じように、このサインね、誰からも望まれないこのサインと、あとはもうこの中にいらないもの、結構俺あるよ。で、危険物もあるんですけど、それはね、やっぱり渡しちゃダメなんで、あと、武器とかね、ああいうその、鋭利なものは渡すのは良くないんで、そういったもの以外に今まで提供でいろいろいただいてたのがあったじゃないですか。サブチャンネル、あ、メインか。昔、本当に昔、メインで提供でいただいたやつとか、ああいうのね、もう正直ほとんどいらないんで、そういうのね、どんどん、今日は、17だ。はい、じゃあこれと、でね、どんどんいきますよ。いらないものって言っても、渡しても失礼じゃないものを僕なりにちょっと選んでいきます。まず、これこそ倉庫だよね。何いらない？グリス。これもいらないでしょ。いるときまた買うよ。年齢制限がついたね。僕がガラスバッてつけて殴ったやつ。これ普通に使えるんで、この中ガラスまみれになってないんで、普通に使えます。多分買うと普通に高いです。このグリスね。で、グリースだ。グリスじゃねえわ。あとはね、結構ほんといらないの多いよ、俺。マジ多いよ。あ、いった、ガラス踏んだ、ガラス踏んだ。いった。ガチガラスじゃん。そういうことなるんですよ。こうやって散らかってると、そういうことなるんですよ。いや、めっちゃ多い、いらないもの。まずこの中じゃない？これもいらないなぁ。いらないっちゃいらないなぁ。いらないもの多いなぁ。仮面？あ、もうこれいらないじゃん。ローション。ちょっとなんかに使ってるね、これ。企画かな？あ、でもまた使うかな。また使うとき買えばいいか。いらない。ローションいらない。あとは、パチンコはいるでしょ？ガスマスク、これいらないよ。これいらない。これね、僕ネタとして、まあやってたじゃないですか。曇らないように、このウィーンってのがついてて曇らないんですよね、ここ。全部空気逃げて。でね、これ、ここそうなんですよ。開いてるんですよね。これね、ガスマスクじゃなくて、なんか、エアガンとかで打ち合いするときのようなマスクらしいです。これいらないです。道理で安いなと思ったんですよね、俺マジで。超安かったな。いやいや、いらないことって結構あるっすよ。これはいるわ。なんかね、この辺に、あ、これ。これ多分みんな絶対嬉しいと思う。これ。覚えてますか？昔、水中を撮影した時のやつ。これね、これすごいよ、このプレゼント。買うと絶対高いと思う。水中を撮影できて、音声も撮れる水中カメラ。魚釣り用のやつね。これすごいよ。カメラとかも全部ついてる。インカメラも、中も。一回だけ使ったかな。YouTube やるとね、全部こういうのタダでもらえるんですよ。企業さんから。いや、本当にありがたい。ばっかりですよ。まあ、その動画、また見ていただければと思いますよ。これいらないです。いや、段ボールが足りなくなってるぞ。これと、手袋はいるだろう。いやあー、これね、企画で使ったね。こんなのいらないでしょ、お面。こんなお面全部いらないでしょ。アノニマス日本支部立ち上げた時のやつね、これ、動画で。これいらない。これとこれいらない。いらないでしょ。これ、ちょっと地味に欲しい人いるんじゃない？これいらないです。いや、ほんとね、今日の動画はラファエルを見てて、視聴者さん以外は全く興味のないね。なんだそれっていうやつなんで、あー、これなんかもらったな。ツンツルメンさんからもらった。でもね、いらないっす。いらないものはやっぱいらないんですよ。もらったものはね、大事にうんぬんとか言っても、いらないものはいらないよ。
これ、指紋採取セット、いらない。あ、でもこれ全部揃ってないからダメだ。これもう、ただの、ゴミだ。センブリ茶もあるなぁ。何でもあるな、ほんと。懐かしいの出てきた。100円でできるバイブ。懐かしいなぁ。これはでも、これはいらないだろう。これはゴミだ。あと結構あるなぁ。いろんなものがあるぞ、ほんとに。花火とか危ないからね。あげれないっす。花火は危ないもんね。いや、これなんだろう。これいいね。あーっとっとっと。ちょっと住所とかね、もし載ってたら、そこはもう触れずに行ってください。マジでそこは触れないでください。剣山、あ、使ったね、昔。これでも、鋭利な刃物になるからダメだな。あ、でもこんなもんかな。あとはもうほぼゴミだな。ムチか。ムチも使ったな。ナイフか。これなんだ？あー、これいるな。これドッキリで使いたい。結構いろいろあるよ。100均で作った。あー、懐かしい。これ懐かしい。これ使う久しぶりに。あと2000個とかあるじゃない？これ。懐かしい。うんちくん懐かしい。出てきた。うんち出てきました。ちょっと、今の間置いとこう。これ使おう。あれ？こんなもんかな？サンタの帽子。いらないでしょ。これいらないだろうな。これいらんだろう、こんなの。まあ、一応入れとこう。段ボールに入りきれんくなってきたぞ。あとなんだろう。こんなもん。バットとかね、もうこの辺ほんと全部いらないんですけどね。俺がわざと折らなかったっていうね。逆のやらせを行くっていうね。エンターテイナーだな、ほんと。でもね、3本折るでしょ、空手家の人って。いや、あれが本物のバットかどうか知らないよ。折っても1本だね。いや、1本は普通に折れるよ。でも2本やってないけど、2本折れる気がしない。本物のバットだと。なんで3本も4本も買ってんだろう。まあそんなもんか。あと危ないものが多いんですよね。普通にそれダメだろ、みたいな。その、年齢とかね、確認できる、そういう、厳しいプレゼント曲にすればいいんですけど、普通にあげてる分には、ちょっときついかな。あとちょっと重たいものは俺がもう運ぶのが嫌っていうね。そういうのもあるですね。俺っぽいやつってなんかあるんですかね。あ、これいらないんじゃない？あ、でもこれいるか、どっかで使うな。どうしようか。あと、手錠？手錠はいるでしょう。手錠使うでしょ、まだまだ。こんなもんか。案外なかったっすね。まあ、大体整理したんでね。俺物めっちゃ捨てるんですよ。そのリサイクルに持っていくっていうか、その、本当にもう、ゴミに近いもの。どん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 捨てちゃうタイプで、部屋がすごいね、何もない人なんですよね、いつも。いいか。ちょっと待って。こっちは。こっち何もないか。あ、もうこれいらないわ、俺。あ、でもな、これ使うかな。いや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 。こんなもんか。よし、オッケー。じゃあ、こんなもん。こんだけね。なんかいろいろ。これ絶対いいと思うよ。普通に欲しい人いると思う。高いし、これ買ったら。こんだけ全部。また、1名様ね。あ、ちょっと待って。今、住所映ってないね。オッケー。あぶねえ。住所映ったかなと思った。オッケー。ということで、これ当選発表しないです。1週間前の、昨日の粗大ゴミ企画1週間って言ってましたっけ。じゃあこれも1週間。プレゼントの発表しないです。メッセージ機能つけるか、Twitter の ID 載せるかの、もう絶対どっちか。で、行きましょう。ちょっとだんだん慣れていきましょう。プレゼント企画の仕方に。で、もう、くださいでいいでしょう。あれですよ、いつも言うんですけど、プレゼントはもうもらった人の自由なんで、転売しようが何しようがいいですよ。サインここにくれっていうのが、よく、あ、以前あったんですけど、サインここに書いてとか。俺がもらったら絶対転売するから。
サインここに書いてっていう人は DM でやり取りした時にここにサインくれっていうんで言ってもらえれば別に何にでもサインします。今後のプレゼント企画。まだ VR とかね、いろいろあるんで、VR 本体にサイン書けって言うんだったら書きますけど、多分後悔すると思うんだよな、書くと。多分売れるじゃん、あんなのでも。5000円とか1万円ぐらいになるでしょ。OK! じゃあ、それで行きましょう。OK。はい、ということで、今日のサブちゃんはそんな感じですね。今日また朝までいろいろやります。うん。昨日、ルブタンの、口紅リップちょっと違いわかんないですけど、あ、グロスとリップは違うか。買いましたよ。めっちゃかっこいいですね。なんかもうでっかいアクセサリーみたいな。6種類ぐらい買ったかな。で、なんかそれ発信で、なんかないですかってみんなに聞いて、コメントいただいて、それで買ったじゃないですか。なんかね、世界一高いらしいです。リップの中で。16,800円。1本が16,800円。それをね、6本か。買ったかな。それはね、またプレゼント企画します。別に女性限定とかじゃなくて、普通に、まあ、彼氏さんが女性にあげたいとかもあると思うんで、だからその分、人数分。それはメインでやるから、メインの動画でやった時にそのままプレゼントにします。プレゼント客多いな、俺。多いわ、本当に。いくら金あっても足りないよ。本当にいくら金あっても。これな、これいらないんじゃない?あー、これか、懐かしいな。いらない。いらないけど、危ないやつだ、これ。ダメなやつだな。オッケー。じゃあちょっとそんな感じで、また、今めっちゃケツ見えてました。ああ、大丈夫か。腰パンなんだね。俺また下、84ありますから。めっちゃありますからね、俺また下。言っとくけど、短足じゃないからね。俺普段からそういう服装してるけど。こんなやつの方がいない。こんなやつの方がいないでしょ、逆に。いる?こんなやつ、今時。ということで、コメントを待ってます。バイ。